い、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はね、こちらのプラレール見ていきましょう。はい、機関車トーマスシリーズのプラレール TS-08、 今回はプラレールレベッカです。はい、とても可愛いレベッカがプラレールで登場しました。レベッカはね、どんな車両かというと、上にもね書いてますね。はい、重いものを引っ張ることができる女の子の機関車だよ。自分が思っているより大きくて速くて強いんだ。いいですね。どんなね、力強いね、走りをね、プラレールでも見せてくれるのか、ほんと楽しみです。で、レベッカといえば、テレビのアニメで登場したのは、比較的新しめで、多分去年ぐらいが初登場だったような気がしますね。さあさあ、それではね、見ていきますが、まず先ほどから見ているパッケージね、正面はこんな感じですね。車両が先頭車と、あとね、テンダー車かな、こちらが見えてるんですが、まあ、こちらはね、毎度同じ、側面とちょっと上からしかね、見えないんで、まあね、どんな感じのね、仕上がりかはまだね、わからないですね。で、右の方には、レベッカのね、CG のイラストが描かれていて、こちらにはおなじみのトーマスくんです。で、そこの部分は、はい、こんな感じ。こちらには、今回のレベッカのね、3両編成の写真が載ってますね。あ、一番後ろはタンク車のようですね。で、上の面は、先ほども読ませていただいた通り、右端にこんな感じで、レベッカのね、説明が書いてあって、あとね、箱の背面です。まあ、こちらもおなじみですね。電池の入れ方、スイッチの入れ方、遊び方、そして注意書きが書いてますね。さあさあ、それではね、今回のレベッカ、どんな感じになっているんでしょうか。それではね、早速ね、箱の方からね、車両を出してね、どんな感じの仕上がりか、そしてどんなね、走りを見せてくれるのか、行ってみたいと思います。さあ、ではでは、出てきてくださいよ。はい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 、はい、登場。おー。袋の外からでもちょっとなんか可愛い感じが伝わってきますね。なんかお化粧がアシマみたい。さあさあ、それではね、早速出していきましょう。よいしょとん。ではでは、後ろからですが、はい、まずこちらはタンク車ですね。はい、くるっとね、車両の方はこんな感じですね。台車の部分は黒色のパーツで、あとね、タンクの部分は緑色でできてます。で、形自体は、毎度おなじみのタンク車といったところですかね。特にね、文字やシールなどのね、ラッピングみたいなものはないですね。非常にシンプルなタンク車になってます。連結のパーツがね、前と後ろについてるんで、好きな貨車系をね、いくらでもね、継ぎ足すことができますね。はい、まずね、1両目はね、まあ非常にシンプルな車両でした。タンク車でーす。緑色って今までに出ましたかね。なんかこんなカラーあまり見たことないんで。結構いいかもしれません。さあではね、続いて2両目いきましょう。はい、続いてこちらね、石炭が積んである淡水車、テンダー車になります。ではね、くるっていきましょう。まずね、前の連結部分はこんな感じですね。で、ボディのメインカラーは黄色の成形色で作られておりまして、側面はこのような感じになってます。上からオレンジ色、赤色、白色、黒色とね、ラインが引いてありますね。で、真ん中には NWR の文字が書かれてます。で、この部分は直接の印刷ではなくシールになってますね。で、台車の部分はこれ黒色のパーツになってて、あと車輪可愛らしいですね。黄色のパーツになってます。で、後ろの連結部分はこんな感じで、こちらにはね、はしごがついてますね。で、反対側の側面は、はい、このようになっておりまして、こちら側もね、先ほどの面とね、同じデザインになってます。で、上から見てみると、はい、このような感じ。まして石炭の部分は黒色の成形色なんですが、結構ね、細かい感じに作られててリアルですよね。で、ここの部分ちょっと段差があって、まあなんかプラキッズとか乗せると楽しいかもしれませんね。で、そこの部分は、はい、このようになっております。はい、ということで2両目はね、今回中間車にあたるね、淡水車でしたけども、まあ、形はね、シンプルなんですが、しっかりとできてて、ただまあ、両サイドのここのラッピングはね、ある程度はね、シールって予想できたんですが、まあみんな思うこと一緒だと思うんですけど、ここはやっぱりプリントとかの方がいいかなーなんてね、ちょっと思っちゃいますよね。まあまあ、でも見た目の仕上がりは非常に綺麗なんで、いい車両にね、なっておりました。さあさあ、それではね、続いて、ラスト3両目ですね。メインであるレベッカ、行ってみましょう。おー、とても可愛い。なかなか目のお化粧がすごいですね。女の子らしい顔してますね。可愛いですね。さあではね、見ていきますが、まずね、前はこんな感じです。で、ボディの形なんですけども、結構これ特徴のあるね、形になっておりまして、こういうのは流線形っていうのかな。
まあ、レベッカはね、急行列車なんで、まあ、風のね、抵抗を受けにくい形になってるんですかね。まあ、なかなか本当にあの、珍しいね、ちょっと面白い形ではあります。で、横から見るとこうなってて、結構がっちりしたね、側面のデザイン。こうなんかこう、ボルトのね、細かい形とかね、ちゃんとできてて、なかなか面白いですね。で、レベッカとね、名前書いてあるんですけどね、この部分はシールですね。で、あと、側面のこちらのデザインもシールになっておりまして、ここは窓の部分もすべてシールです。で、車輪なんですが、黄色いものが使用されておりまして、まあ、プラレールなんでね、動く車輪は、こことここで、で、ロッドで繋がってて、この真ん中の部分はダミーですね。あと、小さめのね、ダミーもこちらに2輪ついてます。まあ、この辺りのバランスはね、プラレールだからね、仕方ございません。で、後ろの連結部分は、はい、こちらはね、まあ非常にシンプル、こんな感じになってて、で、反対側行きましょう。はい、こちら側も先ほどの面と同様ですね。このボルトっていうんですかね、こちらはポツポツと結構ね、しっかりとできておりまして、名前と側面のラッピングはシールになってます。で、車輪の方も先ほどの面と同じですね。で、続いて上から見ると、おっと、ゴミついてた。はい、こんな感じになっておりまして、屋根は全体的に真っ黒かなと思ったんですけど、少しちょっとこう、パール系のカラーが入ってるのかな。キラキラとね、下ね、成型色になってますね。で、そこの部分、はい、こちらはね、このような感じになっております。で、動力の形は、これはジェームスとかと同じような感じですかね。ではではね、電池を入れてね、準備していきましょう。まずね、電池の入れ方、こちらね、プラスドライバーでネジを緩めまーす。で、ネジを緩め終わったら、ボディカバーを外してと。で、こちらね、電池は単三電池1本なんですけども、プラスをね、進行方向に向けて装着しますね。で、ボディカバーの後ろの爪をね、先に引っ掛けて取り付けましてと。あとは、ネジをね、しっかりと締めておきまーす。はい、ギュッと。まあまあ、電池の入れ方はおなじみですね。ではね、動作チェックしていきましょう。レベッカはね、速度は1段階のみになってまーす。では行きましょう。電源、オン。お、いいね。速さはどうなのかな。うん、マイルドですね。まあ、とりあえずね、動作確認は OK です。さあさあ、それではね、3両で揃いましたんで、連結していきましょう。よいしょっと。はい、こんな感じになりました。いいね。なかなか3両編成にすると迫力がありますね、レベッカね。まあ力強いっていうね、感じがこうよく伝わる、そういった感じです。さあ、果たしてね、このレベッカがどんなね、走りをね、見せてくれるんでしょうか。非常にね、楽しみです。さあ、ではね、続いて走行の方もね、軽くね、見ていきたいと思います。はい、ということで、今回は新しくね、発売された、機関車トーマスシリーズのね、プラレール。はい、こちらね、プラレールレベッカをね、紹介させていただきましたが、さあさあ皆様ね、いかがだったでしょうか。まあ、今回は女の子の機関車なんですが、またね、こう、ロージーとかエミリーとかね、アシマとか、あとケイトリンかな。まあ、その辺とはね、また違った感じのね、雰囲気のある車両になっていて、で、まあ、ボディデザインからね、こう、感じるように、すごくね、力強いね、機関車にね、なっておりました。まあ、プラレール的なね、走りはね、まあ、速度はね、まあ、いつものあの、動力車なんで、そんなにあの、違いとか、まあ、ないんですけども、まあ、堂々としてね、走行ね、楽しめたかなと、そんな感じで思いますね。で、僕ね、ちょっとこれ、紹介してる最中に、トラックマスターのレベッカってどんなのかなと思って、気になって探してたら、まあ、ちょっと思わず、4000円ぐらいしちゃったんですけど、購入しちゃったんで、本当に勢いで買っちゃったんで、またね、それがね、届いたらね、比べながらね、紹介もね、してみたいなって思っておりますんで、楽しみにね、待っていてください。まあ、気になった方はぜひ皆さんね、
このプラレールレベカおもちゃ屋さんなどでね探してみてください。ということでね、今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価はどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターねインスタもやってますんでそちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。